毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都府出身岡こと林桃佳が名 MC を担当します。毎回 NMB48 のいろんなメンバーがゲストで登場してくれていますが、今週はこの二人に来てもらいました。はい、うかこと加藤優香です。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、大阪出身中学1年生13歳の奈美こと西中奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、中学1年生はい、そうです。まだ若い。すごいな、若いな。いや、でも奈美は入ってきた時が小5とか小6とかやったから、はい、もうなんかそんな中学生になったんやな。逆に大きくなったな。確かに成長したな、はい、もう次中学2年生です。もう大人になって。お前やな、これだけもちょっと切ってるもんな。そうなんですよ。かわいい。かわいい。ありがとうございます。はい、ということで今日の、はい、テーマはですね、はい、冬の必需品です。はい、はい、なるほど。なんかありますか、うん、冬にこれはないとダメみたいな。いや、やっぱりヒートテックがないと本当に着ていけなくて。え、私着てないわ。着てる？今も着てます。あ、着てる、はい、そう、毎日着てます。毎日。あれって効果ある？あるあるある。あるや、絶対着てるし、うん、もうなんか着ないと寒くて、うん、凍え死ぬ。そう、ほんまに寒い。違う？あるかないかで全然違います。なんか保温、うん、太陽をちゃんと守ってくれるっていうか、あ、逃がさへんから。最近はすごいいいのがどんどん、うん、出てきてるから、そうなんや、改良されて、ぜひぜひね、寒がりの人にはおすすめですね。はい、私寒がりやからちょっと、うん、ぜひぜひ来てください。なみちゃんはある？でもやっぱりカイロですね。カイロはもうないと、うん、友達とかと自転車で遊びに行ったりとかするんですけど、うんうん、あ、かわいいな。元気。そう、冬とかでも自転車なんですけど、うん、風がすごくて、うん、なかなか冬にだってさ自転車はな乗らへんもんな。今年になったら乗らないですね。もう風がすごすぎて、うん、手がもう感覚ないぐらいになっちゃったんですけど、カイロ持って行ってたんで、うんうん、もうそれですごい温めってもらいました。え、カイロ貼ってる？貼らない方です。あ、貼らへん方、はい、持つ方か、持つ方かする方か、はい、すごいね、うん、まだ元気やな。冬に自転車はね、中学生、乗ってた乗ってた。はい、懐かしい。私はちなみに、はい、マフラーとかですかね、うん、あ、マフラーね、結構あれがあるかないかで結構暖かさって変わるなってちょっと最近実感したので、うんうん、確かに首温めたら全身暖かくなりますからね、うんうんうん、結構なので皆さんぜひ参考になればいいなと思います。はい、もう3月ですけどね、はい、ということで、はい、NMB48 の放課後ニュース、このコーナーでは皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は nmb@kbs.kyoto です。それではここで NMB48 からのお知らせです。うーか、お願いします。はい、 NMB48 の16枚目のシングル僕以外の誰かが絶賛発売中です。その他最新情報は NMB48 公式サイトをチェックしてください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私もかこと林桃佳とうーかこと加藤優香と奈美こと西永奈美がお送りしました。バイバーイ。それでは奈美ちゃん曲紹介お願いします。それでは聞いてください、 NMB48 で僕以外の誰か。